はい、今回は生活の木から、7月の24日に発売します、金木犀シリーズをご紹介いたします。よろしくお願いします。はい、金木犀シリーズですね、生活の木では7月24日から発売となるんですけれども、この時期になってくると、あの大きな雑貨店さんですねは、メーカーさんも金木犀の香りの商品というのを秋向けに出される業者さんも多いと思います。その中で生活の木の金木犀というのがどういう特徴があるかというのをご説明いたします。まず生活の木の金木犀シリーズというのはかれこれもう6年目ですかね、今年でなりまして、業界の中では割と早い時期からですね、発売販売をしている商品シリーズとなります。でその中でも生活の木といえばやはり香り、天然の精油にこだわっている会社ですので、金木犀の精油にこだわった商品ラインナップとなっております。で一番はこのブレンドエッセンシャルオイルに代表されるように、こちらですね、生活の木の天然の精油、生活の木の金木犀の天然の精油を使用しています。で金木犀というのは一番有名な産地としては中国の桂林というところがあるんですけれども、そこの金木犀を使用した商品となっております。そして、金木犀のシリーズすべてにこちらの中国の桂林で採れた金木犀を使用しています。で生活の木はその金木犀の香り、原料、素材というところにこだわっていて、その精油の抽出方法というところまでこだわっております。普段さまざまな抽出方法から、精油の方を採出しておりますが、こちらの天然の金木犀シリーズに使用されている天然の精油に関しては、CO2 抽出法、超臨界抽出法と言われるような抽出方法を使用しておりまして、二酸化炭素を抽出時に用いることで天然の植物自体の素材感、原料自体の香気という成分にストレスをかけずに抽出することができるので、よりピュアな、金木犀本来の香りを楽しんでいただくことができる香りとなっております。それを使用したシリーズアイテム群となっております。でまずはですね、生活の木金木犀シリーズの、ブレンド精油とリードディフューザー、いわゆる雑貨類のご案内、ご説明をしたいと思います。ブレンドエッセンシャルオイル、はですね、先ほどもお伝えした天然の金木犀の精油っていうのはメインでもちろん使用しているんですけれども、それ以外にトップノートとしてはオレンジ、スイートですね、オレンジの香りがメインで感じます。でその後に金木犀の香りを感じていただけて、ベースとしてはウッディ調の、香りを感じていただけるので、すごく男女問わず、世代問わず気に入っていただける香りかなと思います。でまた金木犀のやっぱり特徴としては、少しノスタルジックなというか、昔の学生時代とかを私だったら思い起こしてくれるような香りだと思っていて、やっぱり金木犀自体の香りだとちょっと濃い香りといいますか、きつい香りがしてしまうんですけれども、そこは生活の木の調香師がうまくトップノートのオレンジと金木犀とウッディ調のベースの香りというのをブレンドしながら、ただ、学生時代の若い頃の街で香った夕方ないしは夜の帰宅道で香るような香りというのを再現しております。また、最近やはりリードディフューザーですね、インテリアとしてもすごく人気があります。生活の木でもやっぱりリードディフューザーをお求めになる方多いんですけれども、それも同様にこのブレンドエッセンシャルオイルの香りをメインに、街で香るあの香りの金木犀というのを本物感を再現しつつ、お家でもご自宅でも楽しんでいただけるように、ちょっとインテリアとしてもおしゃれにデザインをさせていただいてます。で、こちらですね、生活の木金木犀シリーズの、化粧品類のアイテムとなっております。でこちらはまず右からご紹介し、左からですねご紹介しますが、
つ、あの金木犀の香りをこちらも使用したハンドソープですね。こちらは、もうハンドソープとしてもちろん使っていただけるんですけれども、あのレストランとかのお手洗いとかでも最近ちょっと凝ったあのハンドソープハンドウォッシュ用意されている場所もあるかなと思うので、そういった飲食業態の方ですとか、まあ、ちょっと香りにこだわってらっしゃるお店さん、ホテルさんとかサロンさんとかでもお使いいただけるかなと思っております。あのすごくあのしっとりとはしているので、洗い心地というよりも洗っている最中からもしっとり感を感じていただけて、洗った後にもですねしっとりとした、手肌心地というのを感じていただけるかなというふうに思います。でもう一つ、こちらシアバターのハンドクリームですね。こちらはシアバターを 5% 配合しておりまして、あのシアバターと聞くとちょっとこっくりとした重みのあるイメージがあると思うんですが、こちらは意外と 5% なのでサラッとしていて、少しこの黄色みがかった色味っていうのもあの金木犀感あるんですけれども、スッと手肌になじむような柔らかさのあるハンドクリームとなっております。で香りとしても、すごく金木犀の程よい香りというのが感じていただけるかなと思います。でもう一つ、こちらシアバターの同じ色味ですけれども、ボディミルクとなります。でこちらはボディ用ですので、あの手だけではなくて首から下全身にお使いいただける、商品となっております。でただハンドクリームと同様、こちらもシアバター 5% 配合しているので、冬場ないしはあのこれからの、季節ですね、秋冬のシーズン通して全身にお使いいただけるかなと思います。こちらもテクスチャーとしてはちょっと最初なので手が色味の方は金木犀の香料を少しハンドクリームよりも抑えて配合しているので、先ほどのハンドクリームよりかはちょっと黄色みは落ち着いていて白っぽいんですけど、こちらも同様にサラッとはしていますので、あのすごく体にも全身に伸びのいいボディミルクとなっております。こちらの、ボディミルクはハンドクリーム同様に、鉱物油やパラベン、シリコンなどの不使用ですので安心してご使用いただけます。次ですね、生活の機能、こちらネイルオイルですね、ご紹介いたします。生活向きのネイルオイル、こちらもあの鉱物油、シリコン、パラベン仕様となっていまして、生活向きのネイルオイルの特徴としてはこういったですね、透明なスティックタイプのネイルオイルというのが特徴となっております。でこちら使い方としては、よいしょ、キャップを外していただいて、ノック式となっておりますので、最初使用の際にはですね 4,5 回ほど、こちら上のカチカチとなって、プッシュしていただくといいかなと思います。プッシュしていただきましたら、じんわりとちょっと黄色みがかったオイルが、ペン先まで浸透していきますので、そうしましたら爪にですねつけていただきます。 2、3回ですね塗っていただくと、少しオイルの形がテカリというのが見えると思うので、それをくる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 と、あのもう片方の指で回しながら伸ばしていただくという形となります。じゃあ爪の保護ケアだけではなくて、爪の周りにあるささくれですとか真側のケアにもなるので、あのゆっくりとなじませていただいて、と同時に香りで金木犀の香りも楽しんでいただけたらなと思います。でもう一つですね、同様に香りを楽しむパターンである香水とか、あのバームタイプのものとかもあるんですけれども、生活の機能金木犀シリーズではね、ロールオンコロンという形で香りを楽しんでいただく商品というのをご用意しております。こちらですね、ちょっとコンパクトなタイプなんですけれども、他の商品のように金木犀という文字があのグレーで入っております。こちらはキャップを取っていただいて、コロコロと手首でですね回していただいて、で、まあ、手首を擦り合わせて、このままでもいいですし、少し首元とかお使いいただいても構いませんし、これはこのまま足首とかに使っていただいて、まあ、ご自身のなんていうんですかね、パーソナルエリアの範囲で半径30センチ、50センチ程度で香りを楽しんでいただくものなので、激しく香りを広げるというよりかは、
使っていただいているご自身が香りを楽しめるような仕様となっております。はい、で次はですね、こちら金木犀ヘアオイルご紹介します。実はですね、こちらのヘアオイルは今年からの生活の木でも発売となりまして、まあ、この後ご紹介するこのスキンローションボディー&ヘアミストという商品を昨年出したんですけれども、あのお客様からですね、ヘア系のやっぱり香りを楽しめる商品というのをもっと出してほしいとご希望ですとか、それがまあお客様だけではなく社内からも上がりまして、だったらヘアオイルも作ってみようということで、今年から発売となりました。でヘアオイルの特徴としては、あの生活の木、あの植物油、あのプラントオイルというものも数多くご用意しておりますが、あのその中でもやっぱ一番あのこの金木犀のメインで使っているのは米油、米ぬか油というものを使っています。それ以外にも、有名なスイートアーモンドだったりホホバといったオイルも使用してますので、しっかりとあのオイルとして髪にツヤ、ハリを与えつつ金木犀の香りを楽しんでいただくというのが特徴となっています。出してみるとこういうような少し黄みがかったあの、まあ、ボトルの色もその通りなんですけれども、色味となっておりまして、伸びとしては少し重さを感じていただけるような、使用感になるかなと思います。ただその分ですね、しっかり髪の毛に、保湿成分というのを与えるというような特徴があります。で伸ばすと少しちょっとこういうふうにオイルがテカったような形っていうのが残るかなと。で重さ的にも少し質感は感じるかなと思うんですけれども、少し金木犀の秋を感じていただけるようなヘアサロンさんですとか、最近だとちょっと増えてるかもしれないんですが、そういうペットスパさんとか、そういう施術後の対応でもご使用いただいても面白いかなと思います。最後にこちらのボディー&ヘアミストですね。こちらはあのミストタイプの金木犀を楽しんでいただくものとなっております。あの香水ほど香りはあのはっきり強くないです。ただあの本当こちらもロールオンほど香りの維持はしないんですけれども、髪の毛だったり体に香り、金木犀の香りをまとっていただいて、金木犀の香りを楽しんでいただくようなアイテムとなっております。こちらですね、ヘッドの部分を押していただくとこのような形でちょっと細かいミストが出てくるので、それをお体だったり髪の毛につけて香りを楽しんでいただくアイテムとなります。こちらは少しですね、施術後とかにですねふわっとかけていただくと、あのお客様も少し秋の気分、金木犀の香りを楽しんでいただきつつ、あの人につくことができるのかなというふうに思います。でこちらはあの金木犀の香りだけではなくてマンダリンですとか、柑橘類の香りもブレンドしているので、金木犀の香りが少し苦手という方でも少しシトラス調の香りを楽しんでいただきつつ、金木犀の香りも感じていただけるような、商品の仕様、香りのブレンドとなっております。